ちょっと中断中断 ASMR しない。皆さん聞こえてますか？ちょっとイヤホンが見つからへんくて、ちょっとあのあれあれ、ちょっとあの聞こえてますか？あぶねえ。イヤホンさ、おもろい。うん、音声最大くらいにしたら聞こえるらしいです。はい、終わり。まず一つ終わり。あ、音大きくしたら聞こえるみたい。美味しい。マジなっちゃんしか勝たん、ほんまに。これこそなっちゃんしか勝たん。じゃ次のね ASMR に行きたいと思います。続きまして、じゃがりこ。これは結構大きい音だと思います。いきますよ。生き返る。染み渡る。じゃがりこはこのじゃがバターが一番好き。もちろんたらこバターが一番好きです。あ、エンドネシアから。どうもこんにちは。うん、はい、一体終わり。 ASM は終わり。めっちゃ美味しい、最高。美味しすぎるね。久しぶりにお菓子食べたんですけど、マジで美味しい。ほんまに美味しい。うん、こんばんは。めっちゃ美味しい。ここの配信45分までです。
おいしい、うん、じゃあ次私の最後の ASMR お誕生日おめでとうございます。おめでとう。いい1年に一緒にしていきましょう。これはもう皆さんに言う、1年にしましょう一緒に。でね、おめでとうって、じゃあこのおめでとうが終わったら次私のラスト一番したかったねASMR をしたいと思います。あ、皆さん優しい、パチパチパチやって優しい皆さん。じゃあ皆さんの時じゃがりこあげましょう皆さんに。はい、はい、じゃがりこ食べてください。あ、先端恐怖症の人すいません。優しい、皆さん優しいですね。最高の誕生日になったと思います、ココさんも。じゃあ私が一番ね、一番したかったやってもいいですか。一番したかった ASMR 兼開封動画、あ、もうこれめっちゃ楽しみしてたんですよね。いきますよ、じゃあ始まり。
鏡めっちゃ可愛い。あ、より口紅とか塗りやすくなっちゃった。いや、ちゃんと確認したんですけど、あ、そういうことか。あと、なんとね、いちごガムが入ってた。今来たけど、なんでここ今、ASMR 中です。よし、どうでしたか未来の ASMR。 なんかね、うまくできた気がします。なんかどうでしたか ASMR 配信。自分的には結構うまくできたかなって、まあ初回にしてはうまくできたかなって思うような思わないような感じなんですが、まずはこのね、リカちゃん人形がめっちゃいいっていう問題。ちょっとモバメに鮮明に写真送るんですけど、もうこれ結構ね鮮明なんですよ、この色が。めっちゃ可愛い。あとね、これ4種類あるんですけど、これも欲しいなと思ってるし、紫も欲しいなと思ってるし、このブルーも欲しいなと思ってるんですけどね、やばい。そしたら1600円か、全部合わせて400円したから、いや欲しいな、めっちゃ、あー欲しいって感じ。鏡なんですよこれ、鮮明に見える今日のアイラインとかが可愛い。ちょっと全部買っちゃおうかな、自分のご褒美として。そう、 ASMR 配信終わりです。じゃあちょっとテロップ買いますね。21時20分。いや、なんかね結構楽しかった ASMR。このじゃがりこはちょっと全部ね今は食べきれないので、ちょっとね、また明日食べようと思います。今はしけてた方が好きやから。うん、楽しい ASMR。 なんかもうちょっとこのイヤホンのマイクとかがあったらよかったんですけど、ちょっとなくてね。うん、ダメでした、すごく。けどね、楽しく食べれたし、よかった。まあこれはスーパーで売っております。楽しかった、めっちゃ。未来は楽しめてできました。なので皆さんも楽しんでくださったと思います。してる顔ASMR してる時の顔面白かった。いやー、そうやと思います。顔芸ですもん私のね。次の配信が皆さん、なんと私ね、今年このイベント初めてのあれになります。皆さん、あれ何だっけ、コスプレ配信となりますので、ちょっとまあ見に来てくださいな。どんなコスプレしてるかどうかとか、よろしくお願いします。来てくださいますか？いいと思う。ありがとうございます。コスプレ配信はね結構ね頑張る。スーパーカーリーに行ったけど、さっきの実験の出なかった。限られてんのかな、何着るかは。まあまあまあちょっと待っててくださいな。
まだ決めてないけどね、いっぱいコスプレあるからちょっとまた決めましょう。たくさんいいともありがとうございます。けどね、未来のやっぱし未来のこの一押し、何だっけ、じゃがりこの一押しはこれたらこバター。もう友達がたらこバターめっちゃ好きで、友達の影響で食べるようになったんですけど、そっからもうめちゃめちゃハマってたらこバター第一期になっちゃいました。こんばんは。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいよ。やっぱしね、こういうのはたまに食べれるからいいんですよ。未来あんましね、お菓子は普段から食べないんですけど、で自分のご褒美に食べるのが一番美味しい。じゃがりこちょうだい。いいですよ。よし。じゃがりこのごま油なんか売ってるんや。初めて知った。あ、だるま釣りや。ミラコダールマチ、ミラコダールマ、ミラコダールマ、ダルマ、ダルマ、ミラコダールマ。ありがとうございます。普通のしか食べたことない？ぜひ違うのも食べてみてください。めっちゃ美味しいですよ、このたらこバター。ミラはたらこバターと、普通のしか食べたことないかな。ミラも全然食べたことない。あ、すごいすごい。ミラコダールマ、ミラコダールマ、ダルマ、ダルマ、ミラコダールマ。はい、ダルマがいっぱい。パク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 、だるまがいっぱい、だるまがいっぱい、ミラコだるまがいっぱいだよ。皆さん、皆さん、ありがとう。だるま釣りありがとう。ミラコだるまがいっぱい、ミラコだるまがいっぱい、おお、めっちゃいっぱいや。ミラコだるま、ミラコだるま、だるまがいっぱい、ミラコだるま。これも美味しい、皆さんのおかげで美味しい。だるまだるまだるまミラコ、ありがとうありがとう。だるまミラコ10連打したら 1.2 倍ポイントになるから、10連打ありがとうさん。はい、だるまだるまだるまミイラコ、だるまだるまだるまミイラコ、ありがとうございます。だるまミイラコ、おいしい。塾から帰ってきた。お疲れ、カツカレー。よし、まあ、じゃがりこは、こういう真似にしとこうと思います。太っちゃうからね、あまりにも食べたら。美味しかった。今日はちゃんとお菓子食べたから、ちゃんとダイエットします。美味しい。だるま釣りの歌好き？ほんまに？離れなくなったとか、だるま魅力くせになる。嬉しい。皆さんまただるま釣りしてくださった時にいっぱいだるま魅力するから、皆さんぜひまただるま投げてね。幸せそうな未来ちゃん見ると疲れが吹っ飛ぶ。ほんまに？やった。ひかちゃん、だるま魅力好き。お、嬉しい。また、あ、お、お、だるま、この基準がね、わからへんね、だるまミラコの。あ、これはだるま釣りかな？だるまミラコちゃん？お？なんかほんまに基準がわからへんよね、だるまミラコって。うん、これはだるまミラコかもしれへんね。あの1位の方がめっちゃだるま投げてくださってる。いきますよ、せーの。だるま、だるま、だるまミラコ。だるまがいっぱい。パク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 。だるま。だるま、だるまミイラコ、だるまがいっぱい、だるまがいっぱい、ありがとう、ありがとう、ありがとうさん、だるまがいっぱい、いっぱいだ、はい、パク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 、だるま食べちゃう。あ、だるま、だるま、だるまミイラコ、ありがとう、だるま、いっぱいだ。
だるま、だるま、だるまみーらこ、はい、丸い、丸い、だるまみーらこ、はい、ぷ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 、パク、パク、だるまみーらこ、ありがとうございます、だるまいっぱい投げてくださって、ありがとうございます。ちょっと息切れしたから、ちょっと待ってください。何の歌や。これはね、あのだるまが、だるまのスペシャルギフトがいっぱい来た時に、だるま祭りのバージョンのだるまみらこです。そのうちだるまみらこ配信できるかもね。フルでだるま、やばすぎないでしょそれは。もうお財布ぽすっからかんなっちゃうよ。あのね、なんとね、あのここで言うことでもないかもしれませんけども、あのなんと今握手会が受付中なのです。今日今ね、握手会が Now でね受付中なんですよ。今日のね12時から、お昼の12時からなんと受付なんですよ。なんとね、10月4日、今10月4日分しか受付されてないんですけど、10月4日の第4部は完売、ありがたいことに受付終了となりますので、残り3部となっております。残り3部、にゃーにゃーにゃー部が今ね、受付あれなんですよ。なので皆さんいっぱい私にね来てくださったら嬉しいなと思います。にゃー、なんかね、もっとなんかね、なんかね、ファンの方がね、3分とか今回話せる話、お話しするんですけど、もう3分あっという間すぎて、もう皆さんと一人につき10分ぐらいお話ししたいなってね、もう思ってるんですよ。だからね、皆さんたくさん会いに来てください。そう、ショールームでミラコ気になりすぎて行きたくなった。ほんまですか、ありがとうございます。ぜひ受付中なのでフルで申し込みました、ありがとうございます。なんと私的にこれをね、私お話し会して、1枚はあまりにも少なすぎ、少ないというか、15秒しか喋れなくて、なんか今回も自動でね、機械でバッて切れちゃうんですよ。だからね、なかなか、はい、短いので、いっぱいね、たくさんお話できたらなと思います。そしてありがとうございます。ハーサちゃん推しで少しでも力になくて応援してきたんやけど、しに来たんやけど、毎日が楽しくて本当に感謝しかない。そんなこと言ってくださって嬉しい、ありがとうございます。少しだけど追加したよ、待ってますね、申し込んでくる、よろしくお願いします。8枚でも足りないよ。8枚やったら何秒喋れるやろ。まあ単純計算で、まあ1分ぐらい、1分以上か、1分以上やけど、ほんまに1分以上でもね足りないです。ほんまに足りひんの。なんかもう足りなすぎて、なんか、もう終わっちゃったんってめっちゃすぐに思う。待って、なんかそんなお話いっぱいしてたら、あと残り3分となってしまったので、とりあえずランキング発表をさせていただこうと思います。13位、ふるさとのゆうさん、ありがとうございます。12位、おかたんさん、ありがとうございます。11位、ゴンちゃんさん、ありがとうございます。10位、めいさん、ありがとうございます。9位、だいだいさん、ありがとうございます。8位、みみんさん、ありがとうございます。7位、まっこんさん、ありがとうございます。6位、すぎさん、ありがとうございます。5位、かずのり557さん、ありがとうございます。4位、ふまじめサラリーマンさん、ありがとうございます。3位、ちよちゃんさん、ありがとうございます。2位、ともさん、ありがとうございます。そして、栄光の第1位は、ドゥルル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 ルひがもっこさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、スペシャルギフトを投げてくださった方。ともさん、ありがとうございます。かずのり557さん、ありがとうございます。ひがもっこさん、ありがとうございます。ふまじめサラリーマンさん、ありがとうございます。だいちゃんまるさん、ありがとうございます。ちよちゃんさん、ありがとうございます。ごんちゃんさん、ありがとうございます。かずのり557さん、ありがとうございます。ありがとうございます。スペシャルギフトもたくさん。そう、お話し会です。握手会はね、今はできないので、お話し会をね、NNB はさせていただいております。8枚は2分なんや。そっか。
確かに確かに、単純計算間違えた間違えた、10ほんまや、間違えちゃった、間違えちゃった間違えちゃった。なのでね、8枚で約2分やから16枚やったら4分、もうめっちゃ喋りたい、もう5分以上もうなんかねお話ね、ファンの方とつきひんから、もう10分でもねお話ししておきたいんですよ。それでね完売をさしていっぱいね、部数を増やしていけるように頑張りたいと思いますので、皆さん来てくださったら嬉しいです。皆さん次の配信は20時20分からとなっております。あと35分後、また見に来てくださいね。ありがとうございました。コメントに星にスペシャルギフトにカウント、皆さんありがとう、バイバーイ。またね、次20時20分からお会いしましょう、バイバーイ。ありがとうございました皆さん、ほんじゃまたね、ありがとうございました、バイバーイ、ほな後ほど、ありがとうございました、バイバーイ、またねー。